ということでまた始まりました、はい、平井さん、はい、今日は何しましょうか今回これ、まあ、あの勢いよと始めていただいたのに大変申し訳ございませんが、はい、何も決まってないんです。前回あの肝試しやりましたよね。ああすごかったですね。あの 病院を借りてのあれね、はい、すごい大変なんですよ。ほんま言うたらテレビとかのクオリティなわけですよ。それもう全然もう勝負できるぐらいのでしょ、はい、あんなことはほんませんでもいいんですよ。でもこの言うたらファミスウェブ DVD はそこまでせんでと。だから今回のことまで、うん、頭回らへんが。だからこんな何ですか、何にもないセットで何ですかこれ、なんかのドキュメント番組みたいじゃないですか。そうやろ。だから今回僕全部託してるんですよ、ある人間に。え？ある人間に託してるんです。もう呼んじゃったね。すいません。どうも。どうもちゃん。いやいやいや。ちょっと遅いよ。もうそろそろいいかなみたいな。いやまたこう来るから、ここは聞いといた方がいいのかなみたいな。なんか企画がないそうじゃないですか。ないよ。聞こえてました。そこでちょっと。スタッフみんなもうない、お手上げ。いやいやいや、そんな時に頼ってくださいよ。はい。ご用意いたしました。今回の企画はシンプル2000です。出た出た。木村といえばシンプル2000です。覚えてください。じゃあ今日はご用意いたした、うん、プープープー 今聞いた。えご用意いたした。何や拙者か。お前何時代やん。ガツンと世間にね、うん、シンプル2000ここにあるということを皆さんにアピールしていただきたい。ということでアピール。いやいやおかしい。ひどっ。打ってよし、打ってよし、すげーよし、すげーよし、全部よし、全部よし。今日まず一発目、はい、ご用意いたしましたこの時期ぴったりのゲーム、うん、ザ・歩兵戦場の犬たち。毎日まず最初にプレイするのはシンプル2000シリーズボリューム102、ザ・歩兵戦場の犬たち。世界大戦下、とある小隊の一兵士となり、自動小銃など様々な装備とアイテムを駆使して戦う歩兵アクションゲームです。こちらのゲームのまず大事なところで、うん、ニックネームが付けられるんですね。あ、その戦場でってこと？まあこのゲームの中で、いろいろなあだ名付けられる。早速やってみましょうか。はい、はい、お前らを地面に這いずらせ、クソの山に叩き込んでやる。嬉しいか、どうだ、感謝しろ、このこんにゃく野郎ども。ド S やほんでまた、ね、これあれでしょ、日本人の設定やないのにこんにゃくって向こうあんの。むちゃむちゃやな。まあまあ日本語に訳すとこんにゃくだっていうことを言ってるわけです。汚物まみれのクソ牛野郎か。そんなものは愛国心ではない、変態野郎。変態野郎で始まるゲームあったかという。そのろくでなしで下劣なゴキブリ野郎につけられた卑猥極まりない名前を言ってみろ。ここですね。ここでここから、まあ、名前を入れて自分の名前を入れると。まず平井さんから。じゃあ吉行で、あ、下の名前で。そうですね、やっぱアメリカ風にファーストネームを入れましょう。そうか、よくわからないね、言うてることが。なんか吉行ですさーみたいな。、はい、じゃあ行きますか。いい、はい、はい、ゴミ虫野郎に似合いの腐った下劣な名前だ。すいません。よし、俺がもっと素敵な名前をつけてやる。はい、これがお前の名前だ。泣き真似ダイハード。ちょっと待ってくれや。なんやねん泣き真似ダイハードって。おいおい、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。え、吉行が全く参考になってない。いや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 、これは軍曹の中ではもう泣き真似ダイハードしかないと。すごいセンス。守ってくださいよ、そこは本当に。いやまあ、ね、泣き真似ダイハード守ってください。あ、はい。じゃあ次、はい、柳原さん行きましょう。はい、あと哲也さん。哲也ですね、はい、俺がお前の名前だ。特大キャット。特大キャットですよ。どう、特大キャットってなんやねん。特大キャット。いいんじゃない。泣き丸ダイハード、はい、これは今日はもう絶対絶対通してください。はい、今日一日。いやもうずっとそうですよ。じゃあキムも決めてよ。え、キムも。僕でもキムはもう。あかん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 。そんなんせっかくやからええやん。こんなもんおみくじ引くようなもんやん。俺がお前の名前だ。ゆのり。お前キムやん。
敏感サムってなんやねん。お前はサムじゃなくてキムやん。惜しいな。じゃあこれ敏感キムやったら天才やけどな。敏感サムと泣きまれダイハードと特大キャットの3人でじゃあお送りしていきますと。じゃあ次のゲームいきましょう。えせーの、うん、これもうしませんよ、はい、ここだけだ。ここだけ。次どんどんいきます。ちょっと待ってえな。打ってよし、打ってよし、すげえよし、全部よし、全部よし。はい、ということでですね、はい、特大キャットにはこちらのゲームをご用意いたしました。はい、ゾンビ VS 救急車。続いて柳原がプレイするのはシンプル2000シリーズボリューム95、ザ・ゾンビ VS 救急車。街にあふれかえるゾンビ軍団を時には攻撃し、時にはかわしながら生存者を救出する新しいタイプのカーアクションゲーム。お前ね、タイトルで決めてるやろ。いや、なんでないですよ。これどうやったらいいの、ね、ああ、だいたいわかるだろお前。え、今やってるやん。いや、だってやったことないです。タイトルが面白かった。大手だやないか俺の。すいません、今日はメーカーの人が来てはるから教えてもらい。政治家を探す。これはいろんなミッションがありまして、今回はその生存者の中から政治家を探してこいっていう、そういうミッションです。うわ、ない。あ、それでいきなりね、もうターボ機能を使っちゃったら1回しか使えないのに。ちなみにターボ機能というのはどういう時に使うんですか？やばい、こいつはスピードアップして逃げなきゃとかね、そういう時に使う、こう奥の手なんですけど、それはもういきなり使っちゃいましたね。どうなってんのよ。あー、この辺じゃないですか。めっちゃいけるやん。でっかいのいましたね、随分と。いますね。あ、バックした。これ何だ？バックした。なんだ？引き足りなかったんですよ。あー、でけーな。これ大変ですよ。あと車が車はまった。バックしちゃいましたね。バックして、バックして。危ない危ない危ない。来た来た来た。なんか見てた。いましたよ。これ、あれ。やった。人がいるんで、ゆっくり近づいてください。ゆっくり。これ引いてしまう。ゆっくり近づかないと怖がっちゃうんで。怖がっちゃう。はい。やった。乗った。やった。一人救助。病院帰りましょう。この人ももうウイルスに侵されてて、いずれゾンビになっちゃうんです。矢印出てる。今度はなんか戻れそうな。そうですね、矢印ありますからね。矢印か。今ようやくそこに間に合うから。これ急げ。左下の何で矢印が方向って言ってもそれは向こうに病院があるよっていうことだと思いますよ、多分。やばいですね。やばい、救急車の中が。あ、これは。大キャットかじられましたね、これきっと。あ、中でゾンビになったってことですね。いや、今のはね、病院の方がもう危なくなった。ダメだったと。どうしてね、分からへんがな、そんなもん。まあ、ゲーム始める場合は解説書読めってことですね。そうですね、その大事なとこ。え、そんな根本に戻んの今日。キムの進行上、ゲームやる前に説明書を必ず見ましょうという。その通り。やっぱぶつけてやっちゃいけないよということです。打ってよし、すげーよし、全部よし。はい、ちゅうことでですね、はい、ご用意いたしましたよ。泣きマネダイハードにぴったりなゲーム。またさらに、こちらです。じゃん、ザ・メイド服と機関銃。あった、ぴったり。平井に用意したのはシンプル2000シリーズボリューム105、ザ・メイド服と機関銃。どんな兵器でも簡単に扱うメイドタイプロボット型タイムマシンを操作し、迫り来る敵からご主人様を守り抜くメイドスタイリッシュアクションゲームです。どういう流れでね、どうなっていくのか楽しみですけども、じゃあ早速。そうですね、早速行ってみましょうね。え、はい、頑張ってもらいましょう。勇気、はあ、勇気頼むよ。ご主人様、おはようございます。ここ素晴らしいですね。ここ素晴らしいです。いいですね、この緊急事態にのんきな様。ここいいですね。過去に戻ってご主人様をお守りすればいいのですね。けなげー、萌えー、はい。これは銃を撃つとことと、剣を振るうことが主なアクションなんですけれども、
これで敵を倒すだけじゃなくて、うん、途中にメイドスタイルというですね、メイドアクションを、全然戦いとは関係ないメイドアクションを入れていくところが溝なんですよ、うん、見た目も必要やと、うん、でこう、こういう戦いの最中に、うん、あの R3 ボタンをこう押し込むわけです、うん、そうすると、うん、で、左上にですね、うん、メイドスタイルで C って出てくる、はいはい、B とか A とか高いランクのメイドスタイルを決められればこう後から得点がいろいろ出てもらえるわけなんですね。で、画面上に敵がたくさんいるときに、うん、余裕ぶっこいでメイドスタイルを決めた方が高いんですよ、うん、なるほど、逆に、ええ、うおー、来たですよ。お、これはいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。お、あ、B 行きましたね。 B 行きましたね。いいですね、メイドスタイル素晴らしい。いや、でもまだまだ A 決めないと。いいですね、こいつめっていうのがいいですね。お、ボタンを押すタイミングによってあのコンボが変わってくるんです。なんか残月賞とか言ってましたよ。麦王、それ敵の麦王がええな。なんと泣きまねはですね、敵のキャラにも萌えを感じるという非常なまでの。いっぱいいますよ、いっぱいいますよ、いきますよ、いきますよ。お、決まった。あ、惜しい。メイドスタイルやってる時に三角ボタンを連打しておくと回避モーションが出ますから、うん、おかけ、おかけ、いけ。あー疲れた。出ました、撃ってんか、撃ってんか、撃ってんか、いけ。いや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 いの中にも萌えを入れるというね。あ、出ましたよ、ね、たこれやばそうやな。これボスが出てる時にメイドスタイルポイント高いですよ。マジで、この状況でですか。この状況で、あ、やばいやばいやばい、なんか機関銃ぶっ放しますよ。体力ないんですけど、チャンス来た。え、そうです、素晴らしい。あのヘリコプターを撃たないとダメですよ。なるほど、なるほど。あ、やばいやばい。難しいな。ゆうき、あなた敵の倒れ方に一番萌えとしてたでしょ。ムギオ、ムギオ言うてました。あの好きなんですね、意外と。なるほど、なるほど。はい、泣きまねくんはあの好きなんですね。敏感サムのチョイスはこれ間違ってなかったと。そうですね、あのなんかあの仕事行く前にワンプレイみたいな、さらっとさらっとできる感じが。あ、なるほど。重たいのよりこういうさらっとしてる方が僕は好きですね。なるほど、よくわかります。このノンコレステロールゲームね、ームいいじゃない。いいですね、ノンコレステロールゲーム2000。ームそれこそがシンプルであると、そうですよ。はい、いかがだったでしょうか。聞かない。企画言われてもね、いやいやいや、それを評価せえというのが非常に難しいところですから。やっぱあだ名つけていただいたのはね、すごくありがたいですね。 あれは面白かったですね。あれは良かったんちゃいます、まあ、シンプル2000は素晴らしいんですけど、あなたに任せるとこの番組自体がシンプルになっちゃうんですよ。それはね、もう終わりですよ、はい、非常に避けたいなと。今月もですね、まあ、ということでお送りいたしましたけども、お楽しみいただけましたでしょうか。違う、なんか違う、はい、もっと楽しそうに。みまたじゃあねーでいいのよ。なるほど、じゃあそれでいきましょう、それでいきましょう。5秒、はい、5秒で終わんねえから。5秒でいきましょう、はい、うん、はいはい、じゃあ締めてください、はい、お願いします。じゃあシンプル企画、また来月、じゃあねー。また来月もシンプル企画あるみたいやろ、それやったら。おかしいでしょ。やりましょうよ、じゃあもう来月も。なんでなんで、やったらいいじゃない。なんや、なんで客切れやで。お前もうやったらいいじゃないですか。じゃあなんで客切れやで。赤が目おかしになってる。じゃあまた来月も楽しみにしてくださいね。それじゃあまたね、さらバイバイ。アメリカザリガニの機械の体よっこーい。さあ、ということで始まりましたけれども、平井さん、今回も、はい、あるソフトを進めていきたいと思う。はい、 FPS 代表作ヘイローだ。出た、ヘイローだ。おう、さあ何のゲームですか。知らんのか。いや、そんな言われても。まあ、このゲーム知らんのか。君はね、はい、素人という立場で今までね、はい、ちょっとごまかしきできるぞ。おう、お前もごまかしとるやないか。ごまかしてないやな。あ、そう、ちょっと聞くわ。
何ですか、はい、最近やったゲームは何？あ、よう聞いてくれました。何やってます？僕の夏休み2、最近ね、私いた去年やないかそれ。え、去年の夏休みやろそれ。いや今ちょっとハマってまして。これで、うん、今回お前をしごいてやる、その腐った根性。全世界で300万本以上売り上げているヘイロー、謎の環状惑星を舞台にしたエイリアンと地球人の戦争を描いた大人気 FPS ゲームである。そして今年満を持してヘイロー2が発売される。全人類破滅の危機に遺伝子操作されたスーパーソルジャーマスターチーフが立ち向かう新たなストーリー。また2は Xbox Live 対応になり、オンラインでゲームを楽しむことができるのだ。おい、はい、分かったか、ヘイローというゲームがどんなものか。なんや、このあれやる、あるでしょ、このモンスターみたいなのを倒すの。そうや、でも若干あのソーコムにも似てるみたいな。今何とおっしゃいました？ソーコムにも似てる感じが。だいぶ分かってきたようやな。 ありがとうございます。俺この機械の体やってて初めて褒められた気がする、うん、はい。これほんならあれですか、またあのオンライン系ですか？いや違う。違うの？今回はオンラインには繋がん。繋がらない。2プレイや。2プレイ一緒にできるや。なるほど。ソーコムではなく今回は、はい、ヘイローだ。ヘイロー。挨拶はヘイロー。テンション上がってる時はヘイロー。楽しい時はヘイロー。わあ気持ちいい。それでは、はい、ヘイロー、うん、協力プレイ、はい、分からへんところはどんどん体で覚えていこうと。分かりました。いうところがあるんで、はい、実戦でいきなりいきます。いきなりですか？大丈夫です。速度が速すぎるわ。ほら危ない。もうダメ、エアブレーキが効かない。おおおお、あれあれ、ブルブル出る。乗ってるかね、俺ら乗ってるよ今。ブルブル出る。おお、ブルブル感すごいな。これブルブルすごいな。チーフ、チーフ聞こえる？よかった、大丈夫、動ける。あ、おはようございます。よし、打ち方が飛んでる、なんか飛んでる。あれ信号ちゃうか？見た見た。今日お祭りか。すげえ、お前めっちゃ見てるやん。お前めっちゃ見てるよ。あそこですよ、あそこ、あそこですよ、ほら、あそこ、あそこ見てる姿、俺を見てるよ、ほら。ああ、後ろ見てみ、後ろ。綺麗、綺麗、すごい綺麗やね。ここ落ち、落ちんのこれ。うわ、大丈夫でしょ、それいけるでしょ。うわ、すごい。ああ、柳原くん。ああ、落ちますやん。柳原くん、銃の落ち方わかるね。練習しましょう。右トリガー。お、撃ってみろ、あれを。撃っとるね、はい、そう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 。オッケー、わかりました。打たれて、何して何してんねんって、毎回毎回。というように、というようにじゃやろお前。お互いの弾が当たるところがあるんで、他のゲームと違うんだよね。これあれ、これは柳原、元柳原です。あれ元柳原。ちょっと待って、俺幽体離脱したみたいな感覚に今。これが元柳原で、これが現柳原。戻れ戻れ、ここに入れ柳原君。はい、そんなことしても無駄だよ。こういうことに。俺がめっちゃ増えるやんけ。元柳原がめっちゃ増えるやんけ。こう柳原くんがですね。あ、あら見てください、ほら。ほら。柳原がいっぱいいる。もともと柳原がいっぱいおる。そうね。どうも敵の船が来た。はい。あっこにいっぱい乗っとるから。おお、ここに来る。柳原くんもたもたしてるからここに来るよ。どうしたんですか。とりあえず降りてくるからいっぱい。倒せよ、降りてきたら。降りてきたら倒せよ。それ資料弾も何もないっすよ僕。大丈夫や、機銃だけでなんとかなる。来た来た、なんかかくれどこか。来た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 、撃てー、柳原くん撃つんだ。うわ怖い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 。
待て、こいつら武器取れないですか。取れますね、こういっぱい落ちてますね。これ見てください、僕の画面見てください、これ。はい、落ちてますね。はいはいはい、こういうのは画面表示出ますね。はい、武器の上に立つと、ああ X を押し続けると交換します。交換、青のボタンを長押しで交換することができます。ちょっと触りたい。どんどん敵の武器を奪っていきましょう。なるほど、これ銃いろいろ持ってるよね、はい、これ以上にもっとね、最高のね、一番強い攻撃方法がある。これはこの B ボタンだ。いた、いた、痛い。こうやって相手を殴り殺すことができるんだね。あのですね、チーフ、もうその辺に僕の残骸がねいっぱい転んでる。ものすごく僕はあの複雑なんですけどね。これ元柳原ですよ。柳原君、はい、敵がまたね、はい、襲ってくるかもしれん、はいはい、その時のために十分注意しながら、はい、探しに行こう。柳原君、はい、あら、敵の船ですね。敵の船ですね、はい、これやばいぞ、敵いるぞ、注意しろ、注意しろ。撃ってきてますね。味方がやられてる可能性がある。あれ味方の基地だな、あれは。間違えた、どっちや、どっちや。じゃあこれ。わか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 わ、女やん。よっしゃ、立ったら。あ、俺撃ってるやん。おっしゃー、この子危ないわ。あらー、ボケー、怖いわ。もうやったりましたね、隊長。その向こうに俺おったやろ。え、持ってたってくれ。よし、俺車に乗って。しまった、柳原に乗られた。へいへいへい、怖い怖い。チーフ、あチーフ、ごめん。お前引いたやろ今。チーフごめんなさい、チーフ見えなかったぞ。おい、チーフ、はい、チーフ、ほら、はい、チーフ乗るから。はい、わかりました。うわ、ここ柳原君どこ行った。チーフ、ここ、ここ出ます。柳原君どこだ。チーフ、チーフ、チーフ、あー、乗してやるよ、チーフ。なんでやり返すねん。ええやろ、俺がやっただけで。後ろにも乗れる。そうですね、後ろに乗るとなんと使えますね、なんか偉いもんか、これ銃撃ち放題です。おらっはい、行くで兄貴、これはうわっ、チーフ、はい、あの頃思い出しますね。お前ら、お遊びはここまでや。行くぞ、酔うなこれ。濃いっすね、これ違います。助走つ…うわー、チーフ、チーフ、チーフ、あー、前輪が、前輪が落ちてる。チーフ、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 何してるんすか。ごめん、裏返してくれ。ファイトー、いっぱー、強いな、お前。お前強いな。飲んどるな、おい。すげえ。あ、敵や、殺したるで。あ、食ってくれ。チーフが動きすぎる。定まらない。チーフどこ行ってるんですか。逃げる、逃げる。チーフ、そっち逃げばっかりです。チーフ、挟まった、挟まった。チーフ、ああ、ああ、ああ、怖い。すいません。行け。あ、ばばばばば、ちょ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 、落ちろ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 。何してんすか。橋がかかってなかったね。戦場にかかる橋がかかってなかったね。何してるんすか。こっちだ。ここには敵がいるぞ。はい、おお、おお、倒した、おお、倒した。オッケー、これやったな。こっちだ、パネルを押すんだ。早く頼む、押してくれ。
払い。うわ、しんぷ。あ、橋か。あれ、オープニングになっちゃった。あったか、これ。なんかあれ。橋かかったな。出た、電気橋。来た、電気橋や。ってことは、さっき落ちたところ戻ったらええと。はい。いいよ、ケース。行くで。はい。やったぜ。ほら見てみ。ねえ。成功。よっしゃ。もう僕ら何時見てるんですか。チーフ。いかがでしたか。いや、結構面白かったですね。面白いね。ね、やっぱりね、あの倉庫もちょっとやってただけあって、ね、こう、うまかったでしょ、僕。いやー、初心者にしてはやっぱうまいですよ。やっぱりね、さすがですわ。あのバギーランのやつなんてすごいこう、ほら片方が運転してで、片方が打つわけでしょ。そうそう、あれやっぱこう、なんかこう、こういうのがね、こうすごい協力がね。お、今回は良かった、協力プレーは良かった、うん、ただ次回、はい、対戦です。また対戦、ぜひ次回の方は頑張ってください。え、どういう風な対戦型の形なんですか。それぞれのボックスで戦うんやないかい。1対1で。2対2や。またわかるな。またもうヒゲとメガネくるやん。もう嫌やねん、あいつら。あいつらがおって俺らがおんねや。あいつら喋らへんねん、もう。次回のミッションも決まれてよろしく頼む。ヘイロー。前回 FPS の代表作ヘイローを協力しながらプレイしたアメザリの2人、今回はいよいよ対戦プレイ。そう、奴らがやってきます。2回目でございます。そうでございましたね、はい。まあ、前回はなかなか盛り上がりましたけれども、うん、ね、対戦やいうことで、はい、今回も来ておりますよ。来てますか。愉快な仲間が来ましたか。またそれでは入っていただきましょう、はい、キムとオズマの登場でーす。なんやねんこの気合の入れ方。まあ言うたらテロリストと結婚式の司会なんやろダメポリス忍者か、これね。ナイトスーツ。何がナイトスーツって知らんわ、そんなもんは。ただのあれやろ、これ黒のつなぎやろ。ナイトスーツ。なんか地味な整備員みたいね。お前で。ナイトスーツって何。ああ、夜用です。夜用、はい、生理用品みたいに言うな、お前は。じゃあなんか横漏れ防止の羽がついてたりするってこと。ついてるか、探すな探すなまあまあ、でもほらまだね、意気込みは感じますやん、まあ、な、戦おうという意志がね、うん、お前は何を祝おうという意志で来てんねん。間違えたやな、フォーマルで。この大モングラさん。そうよ、話長いわ。これないとね、恥ずかしくてできへんやん、ね、この2人をチームメイトとして選ばなあかんのよ。あ、対決やから。そうそう、どっちかと組まんとあかんわけね。そう、やってんの、ヘイロー。かなりかなりやり込んでる。好きやからな、そういうのな、うん。オズマはどうなるな。渋いか、渋い、苦むしを髪くっつぶしたような顔してるよ。俺やってないぞ。さっき選んでくれてよ。それかじゃんけんにする。いや、まあ、できれば、うん、僕前回あの2人でやって非常にやりやすかったんで、ほう、今回はもし僕が選んでええんやったら、このキムをね、僕はちょっとパートナーとして。あ、そうですか。じゃあやらせてもらえるんやったらええかな。僕オズマで。ほんまにええの。一回はやったことある。つー、うわー、やーべえ、これ大丈夫。ちなみに今回、はい、負けた方、罰ゲームをご用意させていただいております。あ、さっきオズマが持ってきたパネルがそれね。オープン、ダン。ヘイローネタで即興漫才。うわ、つらいな、おら。これはこのコンビはなんかわかるじゃない、うん、やかましわ、これね、やかましわ、これね、でもすぐね、絵見えるでしょ、うん、これちょっと見えへんもん、どんな作りになるのか。ちょっとそうやろ、うん、だって俺も見えへんもんということで、ある意味史上最悪の罰ゲームをかけたこの対戦、
ゲームは敵のフラッグを奪い自陣に3回持ち帰ったら勝ちのキャプチャーザフラッグ。ヘイローをネタに漫才を披露するのは果たしてどちらのチームか。車あるやん、乗ろうぜ。俺後ろ乗るわ。後ろ乗るからな。よし、ゴー。カオズマ車乗って。どこ行くの？オズマどこ行くの？オズマどこ行ってんねんお前。いた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 。回ってる回ってる車が。やあやられた。なんか売ってるけど全然分かれへん。オズマ旗取りに行こうよ。そっちじゃないんじゃ。よっしゃ。待て金待て金待て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 お前免許取り立てかお前。旗取り。チームワークに問題がありそうな柳原チーム。敵陣への潜入に成功したが。後ろ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 。なんかほらほら、やられた。なんじゃこれ。ああ、どこに乗ってた。車乗ってると旗取れない。そうやな。レッドチームフラッグをキープ。その頃平井は柳原チームのフラッグをキープしながら移動中。レッドチームフラッグをキープ。ひっ殺せ。ヨッホーよっほー。よしよしよし。レッドチームフラッグをキープ。平井、キムにやられフラッグを持ち帰れず。しかしこの後落ちていたフラッグをオズマがキープ。そのまま自陣へ持ち込み平井チームがポイントを獲得。レッドチームスコアを獲得。あ、いたいたいた。やばいやばい、このままやばい。玉切れ。ああ。引いたった。とキムが平井に引かれている頃、ブルーチームフラッグをキープ。柳原が平井チームのフラッグダッシュに成功。やったんじゃこれ俺。え？ほら。あ。ほら。ブルーチームスコアを。やった。やった。おっしゃ。痛いですよ。なぜか誰にも攻撃を受けることなくフラッグを持ち帰りポイントを獲得。同点に追いつく。その頃オズマもフラッグをキープ。おるで。おお。あ、お前が引くな。お前が引くな。あれ俺をさ出会い頭の上じゃない。無残な同士打ちの間に平井がフラッグを持ち帰りポイントを獲得。平井チームリーチ。すごい作戦考えたな。これいけるぞ。スナイパーライフルで遠距離から敵を狙うキムだが、またしても背後からオズマが。ああ、あー言うてるやん。あー言うてもうてるやん。オズマにやられました。あと俺一人ぼっちや。オズマの俺。うわ、おお、オズマやるな。オズマ強いっすよ。オズマ強いわ。やりこんどるやんけ。めちゃめちゃうまいじゃないですか。やっとの思いで柳原がフラッグをキープしたが、よし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 。やばい、どこすかどこすかどこですか。ひっついた。どう誰だよキム。全然見えないんですけど。こんなとこやるとは。フラッグを奪還した。僕に構わず言ってください。自己犠牲。ただない。お前に構わんと俺行かれ。全然走らない。すごいね。オズマよう見えてんな。全部打たれてる。ブルーチーム。乗ってるとこ打たれてる俺。マジですか。パスを打たれたお前。え、やられちゃったんですか。やられたよ。嘘。言ってください。それではここから柳原の見事なやられっぷりをご覧ください。ああ。どういうことやねん。どこにおるかが分からへん。よっしゃ、やっぱおった、やっぱおった、やっぱおったから、これや。俺、ロボ取った。あ、待て待て。誰だ。誰だ。ブルーチーム、フラッグをキープ。死んだ。
俺ゲームできないやんけ。さすがは柳原、やられっぷりは神の領域です。レッドチームフラッグをキープ、ブルーチームフラッグをキープ。あーちくしょ、あとちょっとだったね。キムがクソって言うた。レッドチームフラッグをキープ。リーチをかけている平井チームは平井がフラッグをキープ。その頃柳原チームはなぜかバギーで崖を登ろうとしていた。レッドチームフラッグをキープ。あいつ何してんねん。あーやーやーちょっと、あいつ何してんねん。あいつ登れねー。ここでわじ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 。あれ？イエース！キム！イエースイエス！リーチかかったとはしてなかった。あやさん25回も死んでる。死んでるそれ。はい、ということでですね。はい。チーム対抗戦、うん、終了しましたが。はあ。まあ思った以上にですね、キムが役に立たないと。今回こそはね。偉そうなこと言ってて、まあ今回は大丈夫かなと思ったけど、やっぱりダメですねこいつ。お前なんであんなバギーばっかり乗りたがんねん。いや、かっこいいと思ったのかよ。しじゃんな、もうどうしましょう。柳原さん、バギー乗りましょうって。いやいや、面白かったよ。遊園地かお前。必死で崖をバギーで登ろうとしてる姿考えられへん。俺旗で遠目から見てたけど、旗持ちながら、ほらかっこ悪かったよ。お二人、はい、柳原チームは負けということ で、例の罰ゲーム、はい、題材がヘイローの漫才、はい、できる。俺たちエイリアンを倒す。俺たち何でもいい、そんなそこは俺たちエイリアンを倒すヘイロー。はい、ということですね。今から漫才してもらうわけなんですけども、とりあえずなんかラップとかそういうノリで進めるネタは今回禁止ということになっておりますんで、よろしくお願いします。大丈夫ですか。無理です。嫌こと言うな。進むか、そんなもん先。何を言うとるんだ。それではヘイローを題材にした、ネタの方やっていただきましょう。お二人さん、よろしくお願いします。はい、キムです。柳です。キム柳です。むちゃむちゃじゃないか、段取りが。もうちょっとちゃんとパンパン言え。とか言うな。ちゃんとあなたが決めたんでしょ。決めました。ちゃんとやりなさい、はい、本当に。まあまあね、はい、今回ヘイローということでね。はい。やっぱこれヘイローね、こう打っていかなあかん、はい、ドーンとね。はい、そうですね。だからこうやっぱりこう CM とかね、はい、打っていきたいけども。CM。お前が作るとしたらどんな CM なんだよこれは。ああ、CM ですね。おお、やってくれやってくれ。エイリアンを倒す。おうおうおう、ヘイヘイロー。ヘイヘイロー。やかましや。ヘイヘイホーやないかそれお前。ややこしい。ほなお前、女房が出てくる予作と別に女房が旗を折るったらどうなんねん。そうそう、こう。ややこしいよね。いらんこと言わないでね。どっちがどっちか分からなくなるやろ。たたいさん似てんやから。違う。ヘイローを打っていかなあかんねん。ヘイローを。ヘイロー。ヘイロー打っていけ、打っていけ、ヘイローを。とヘイローを売る CM を作ると。おお、どうなんねん。 俺たちエイリアンを倒すヘイロー。ヘイロー、ヘイロー乗れるかお前。全然ラップになってないやないか。独り言やないか今のやったらよ、はい、ちゃんとやってくれ。どないすんねん。もういやもう無理ですよ皆さん。無理なんか。おお、もうケロー。ヘイローだけに帰ろ、ケイロー、もうええわ。どうもありがとうございました。いや、素晴らしい方ですね。漫才というのは奥が深い。それでですね、キムは覆面かぶってるためにね、何を言ってるか全く聞こえないんですね。いや、それでもよかったよ。うん、キムね、君は何にも向いてない。これだけは言えるよ。ああ、なんや、なんでや、ちょちょまい方。もうやめます。やめ
て、うせえで、置き手紙だけはやめて。ほんまにやめせ。それあかんで、なあ、これからも頼むで。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ということで、今日はね、はい、あなたを精神的にも追い詰めます。それはへこみますね。あなたがいかにゲームがうまいか、はい、そういうのを検証していくということで始まった柳原さんのゲーム能力検証。まず柳原さんの脳年齢を検証したところ、柳原さんの脳年齢は65歳ということで、もはや定年退職でございます。驚きの脳年齢を叩き出した柳原さんでしたが、その後のゲームではなかなかの腕前を披露。果たして今回もうまくゲームができるのでしょうか。さあ、ということでございまして、柳原さんにはさらにゲームをプレイしていただくということなんですが、はい、一体どんなゲームをしていただくんでしょうか。はい、ですね、まあ、うん、ゲームではですね、まあ、相当なヘタレぶりをですね発揮している柳原さんなんですが、そうですね、はい、なんとサッカーをやるのも相当なものだと。まあまあ、それはね、もう昔からサッカーが大好きでっていうところもあるんで、やっぱり上手いんでしょうね。そしたらこれかな、なんて。お、はい、ありますか。こちらでございます。ワールドサッカーウィニングイレブン9でございます。いやー、これはまた有名なゲームですね。何でシュートするんですか、これ。四角シュートです。四角がシュート、はい、丸は、まあ、丸がまあロングパス、ロングパスです。くじがシュート。くじ、くじって何ですか。くじって何なんですか。あ、四角、この方向で覚えないと、ちょっと、ちょっと待ってください。時計に置き換えるんですか。四角、何した方向とか、逆にそっちの方がややこしいと思うんですけど、僕ね、覚えてても押せないですよ。あー、二つのことは同時にできない。僕ね、ミッションが限界なんですよ、二つを同時すると。わかりました。なんかよくわかんないですけど、やってください。分かってんや、言うてることおかしい。分かりましたけど、よく分かれてどうぞ。ね、ほんとに。あ、ロナウド、ロナウジーとロナウドでしたね。おっと、柳原さんですね、これ。そうですね、黄色の方が柳原。パスしましたよ。あ、取られましたよ。あ、あっさり。あ、危ないですよ、これ。通りましたよ、これ。あー、入れられた。あ、通った、通った、通った。さすが。はいはいはい。さすがブラジル。さあ、行った。あ、行きましたよ。あ、戻した。さあ、行きますよ。外へ、外へ行くんじゃない。ね、お、あ、今ちょっとフェイントチックなことしましたね。これ初めてですかね。初めてですね。いいじゃないですか、試合。試合になってますよ。おーっと、来た。丸ボタンでポーンみたいな。おー、シュートチャンス。あー、柳原さん、ちょっと応援しちゃいましたよ、今。中に入れましょう、中に入れましょう。お、いいですよ、いいですよ。おー、うまい、うまい、うまい。やだー。誰もいなかった。柳原さん、うまいですね、やっぱり。詰め込まれてますね。ガッチューゾーですよ。お、取った取った。なんかでこうくるっと、あー、ダメだこれ。ロベカルですよ、危ないですよ。あー、おー、打ってきた。あー、ダメだこれ。大丈夫、ナイス。あー、柳原さーん、あーたー。あー、イタリア国民喜んでますね。なぜあっこで柳原さんボールをしっかり止めることができないんですか。あー、まあまあ、運がいいね、運がね。うん、そうですね、これもう拾いだったね。まあまあまあ、俺はちょっとキーパーもね、さすがに飛べよ、お前。無理ですよ、そんなの。じゃあ向こうのポール蹴ったら飛べるかな。さあ、早くキャプテン翼じゃないんですか。若島さんやったよ、それで。早くしてもらいます。流れるようなパスワーク。前半40分を回りました。スペースにいる。オフサイドだった。あのはオフサイド、さすがにオフサイドですね。オフサイドラインに関してはうるさいですよ。なるほど。うるさいですね、オフサイドラインに関しては。いいよ、積極的に行きます。なんでそっちやろ。ここから行った。まさかの来てもならない特徴ですが。おー、いいですよ、これいいですよ。かわせ、おー、かわした。いやしかし、うわ、指つちょっと、なんで、コントローラー離さないで。ちょっと、指つ。長い間コントローラー持たれへん。長いっつってもまだ10分ぐらいですよ。10分経ってないですよ。あおっか、あんなもん入るか、ボケ。うりゃ、見せはいいんですけどね。あーっと、ここでハーフタイムね。うまいですね。うまいですね、やっぱりね。何も教えてないのにフェイントしようとしたりしてますからね。やっぱ分かるんですね。うん、ちょっとトレーナー呼んでくれへんかな。トレーナー、ちょっとマッサージを。わかりました、わかんないですけど、とりあえずですね。わかんないって、わかりました、わかんないですけどっておかしいでしょ、ですか言葉。カッサン、
高校のサッカーのやつ。おっとまた来ました。よかった。ぶんねーこれ。出た。今度はちょっとポストに使われましたね。前回はね。ヘディング。危ない危ない。クリア。いや分かってんやな。パスやからそれ。あーじゃあ大丈夫。あーここが入ってから攻められっぱなしですね。そうですね。あれどうしたんですか。ヤヤさん。ここが。ここが。さあ正面だ。おお、ラストチャンスでしょう。ああ、でもダメだこれ。シュートってだ。シュートだったんだ。軽く出して。また間違えた。試合終了。さあ。痛いですね。これという決定打ございませんでしたね。どうですか柳谷さん。ウィニングゲームやってもらって。できてるね。よくできてます。でしょう。めちゃめちゃ面白いね。めっちゃ面白い。あれ？これウィニングイレブン何？ないんです。俺は9まで何をしてないの。面白いですやっぱり。面白いね。うん、体は反応はちゃんとすんねんけど、いかんせんその端末がね。端末は吐き出しみたいな。これじゃこっちに伝えれないのね。これが脳に繋がっとったらうんできないけど。まあね、わかりました。わけのわからないこと言うてますか。分かってないやんか。分かって、わけわからんって言ってるやんか。あ、そうですか。分かってないやんか、分かってない。さあ、木村さん。はいはい。次のゲームは一体何ですか。今回はですね、まあ、柳原さんにとって、はい、未知の領域のゲームでございます。未知の領域、はい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 、これは一体どんなゲームなんでしょうか。はい、こちらでございます。来た、ワンダと巨像。これはこれか、噂の。あーです、これが噂の面白いゲーム、ワンダと巨像でございます。どうですか柳原さん。いや、噂には聞いてましたよ。あ、聞いてました。面白いゲームだから私、今やっておりますドラゴンクエスト終わりましたらですね、これに移行しようかな。遅いよ。もうみんな終わってますよ。やっぱり世間と合わせてゲームするっていうのは大事なことなんですよ。ぜひとも今のうちにこのワンダと共同やっていただいて。そうですね。まあちょっとまだね、まだ行きましょう。まだ行けますもんね。まあ今回1体目の共同をですね、はい、撃破してもらおうじゃないかと。あ、いきなりもう共同を倒しに行く。さあ柳原さんはまず馬に乗れるのかどうか。ほんま最近なんですよ、そのロールプレインゲームにハマったっていうのはね。あ、これもこのファミ通ね、はい、DVD、はい、ウェブでね、はい、むちゃくちゃやんもう。ファミツー DVD ウェブって言いました。ファミツー DVD ウェブじゃない、ウェーブ。ファミツーウェブ DVD、 ひどいですね。この仕事をさせてもらうようになってね、はい、あのダーククロニクルと出会い、はい、初めて僕はね解いたわけですよ。ああ、これロールプレイングじゃないんで。え、はい、お願いしますよ。散々ロールプレイングの愛を解いていただいたところ申し訳ないんで。え、これロールプレイングちゃうの。もうそことは全く別のところ。ロールプレイングアクションとかそういうことだろ。いやいや、だからロールプレイングしてないんで。え、なんだこれ。そしたらいやいや、だからアクションゲーム。え、こんな入りで。入りとか、あのロールプレイングゲームってそういうもんじゃないんで、うん、アクション、まあパズルですね。パズルアクション。あ、まあ、そう言ってみたらそうですね。パズル、パズルの要素もあるんですよ、これ、うん、あの光をかざして、その手じゃなくて武器にして。おー、すげえ。そう、その点が集まるところ、光の点が集まるところよ。バレバレ。だからそれ合わせなあかんわけよ。ぐる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 。そうそう、そっちだ。ああ、ほんまや。ありました。そこや。そっちです。いけ。いけれー。わあ、しゃあしゃあし。わあ、しゃあしゃあ。さあ、上がって。おお、なんか意外とスムーズに。あららら。あ。結構乗りこなしますね。なんかさっきウイレ効果かなんかですね。ね、だいぶゲームに慣れてきましたね。これ止まってる。上に登っててください。お、すごい登り方するな。わざわざあのような登り方を。なんで今なんで。素晴らしい。ジャンプしたわけですよ。掴みながら。全然先ですね。R1 と三角を動かす。ああ、素晴らしいね。素晴らしい。ああ、なるほどなるほど。低いとこ。危ないよ。危ないよ。落ちたらどうするんですか。ほんまあーちゃんやん、それ怖いやん。でんぐり返ししすぎて落ちるみたいな。
なんでそこでうまいおめん来たらすごいですね。おい、へんからそんなとこおかしいでしょ。来そうにないやろ。早く恥ずかしがっとらんと。早く本気で恥ずかしいな。よっしゃ、来た。ジャンプですよ。ジャンプどうしたの。三角です。おー、R1、お捕まった。素晴らしい。おー終了。いや素晴らしい。ほらこっからですよ。問題は行ってください。うわっ、うっ、来た。おお、さあ戦ってくれ。倒してください。見て、あかん、お前完全に見られてる。いやさ、見られてるよ。バレてるこれ。チラ見されてる。ほらめっちゃ見てる、めっちゃ見てる。向き直した。剣を掲げて光を巨像に当てるわけですね。そうすると急所が分かると。ほら、そこ届かへんよ。いけ。立って寝てる場合じゃないですよ。早く登んの。絶対無理やん、こんな。どこ登れそうなところですよ。掴めそうなところ。お、出ましたよ。四角で剣を構え、もう一度四角で突き刺す。お、よし、構えて。構え状態が長いとですね、威力が高いですよ。こんなん聞こんかいな。多分違う動作してる。あ、お、ちょっと聞いた。おお、いいですよ。え、倒れましたよ。やった。うわ、すげえ弱こいつ。チクやん、こんなん。いや、まあ倒せません。危ない、死んじゃう。一旦離れて。危ない。なんかこう本人の回復も兼ねてるよね。お茶がいるみたいな。気ぃつけてや、踏まれるから気ぃつけて。そう、いいですね。いいよ、そのタイミング。すぐ行きましょう、すぐ。あの、踏み回されてる時危ないですよ。四角ですよ、四角。よっしゃ、膝ついたで。膝ついたら。お、いいですよ、そのまま歩いて、よし、いいですよ。どんどん前、どんどん上。そう、長い。いい。そう。ちょっと左に寄って、うん、あるからね、そこ出っ張りがね。そう出っ張りの上に乗りましょう。出っ張りの上に乗って休みましょう。そこじゃない、右に登って登って。よし、やっちゃった。ちょっと休もう。あぶね、危ない。捕まって。危ない。志村かよ。この光ってるとこちゃうか。そうでしょ。ちょっと握力も休めながら。そうです。意外と立っても大事なもの、平気なもんですかね。立ってみよう。ほら。そう。立てた。素晴らしい。ああ。ほら、もっとギューってやって、ギューっとほら、いけ。さあ頑張って。落ちる。やったー。倒しましたよ。いや倒しましたよ。柳原さんがついに巨像を倒しました。素晴らしい。よかった。あかん、泣けてきた。なんでや。うわ、すげえ。いかがでした、巨像との戦いは。怖かった。顔見たらわかるわ、最初に向き合った気持ちは。嘘やろと思った。じゃあ遠くにいるからさ、怖かったもんね。あ
でかいな。えらいもんで今日一日で馬鳴ってるわ。馬鳴った。馬鳴っても上手くなってますよ。そうか。だからその脳みそトレーニングね。はい、それからマリオ。はい、それから車、はい、サッカー。はい、全てここに行くための修行やったわけや。要素が全て違うよ。あ、違うの。こんだけ本気でゲームする人は多分この人ぐらい。疲れた。この人と幼稚園児ぐらい。ゲームって本当にいいもんですね。お、締めていただきました。ね、柳さん、はい、本日はどうもありがとうございました。こちらこそ。まあ、あの一通りゲームやってもらいましたが、まあ、いちいち興奮するあたりゲームにいかに慣れてないかということですね。まあ、あの巨像を見た時の柳原さんがあの鳩がこう豆鉄砲食らったような顔、あれに関してはもうまさにあのゲームに対する免疫が全くないですね。まあ、もしかしたらですね、体がゲームに向いてないんじゃないかなと思うんですよね。まあまあ、あーちゃんはいつまでもあーちゃんだということが分かりました。はい、アメリカザリガニの機械の体、よいしょー。さあ始まりました、はい、平井さん、はい、今回は何をしますか。これ今回はですね、この機械の体で1回もやっていないゲームのジャンルに挑戦しましょう。ちょっと待ってください。結構いろんなジャンルやってきましたけど、まだありますか。あるよ、考えてみ。え、何がある？いや考えてみる。ちちちぶー。早いな。遅い。あ、早いのか。早いのか。早いな。遅いのか思ったから。お兄さん早いな。え、考える間も与えませんよ。何をするの？何、どんなジャンルよ。音楽系シミュレーションゲームでございます。あ、それ系は確かにしてませんね。あの音楽系といえば。はい。お兄さんだ。えらい微笑んだな。えらい微笑んだな。画面どこ見てもコナミ出てます。ああそう。やっぱりそれがもう先駆け一番すごい。なすごいですよ。かけすぎやん、もう。ビーマニですよ、ビーマニ。ああ知ってますよ。これの種類がですね。はあ、おーい。そんなオーナー。とりあえずおーい。そんなオーナーでしょ。言うても知れてるでしょ。じゃあビーマニシリーズがどれぐらい多いか、うん、ちょっとあのねリストにあげましたんで、うん、そちらご覧ください。どうぞ。いやー驚いた、平井さん。でしょ。ものすごい、ものすごい量ありましたね。めっちゃあるでしょ。こんなにあるんですね、今。はい。びっくりいたしました、私。もう好きなの選んでください。もう言うたら、え？あんな、え？あの中からですか？好きな選んでよ、ほんまに。いやいや、もうあの中から俺選びたいのは山々多すぎるからね。多すぎますか。何かこれっていうのもないの？そうですね、それじゃあ、一番最新作。ほう、今回はですね、2月16日発売の、ダンスダンスレボリューションストライク。きた、こちらの方からですね、ガンガン選んでいきましょうね。ストライク？そうですよ。今回使用するゲームは2月16日に発売されたばかりのダンスダンスレボリューションストライク、超人気ゲームの最新作です。その他にもコナミからは3月2日にポップミュージック12イロハが、3月16日にはギターフリークス V& ドラムマニア V が発売予定です。今回あの一流のダンサーをご用意しております。え、ダンサー、はい、まあ、最高のダンサーの一条さんです。どうぞ。おい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 、はいはいはい、OL やん。めちゃめちゃ OL やん。ジムっぽいやろ。踊りまくっておられるんですか普段。いや、そんなに毎日踊ってないんですけど、たまにすごく踊るんです。たまにすごく踊りそっちの方が嫌やですね。そう、もうやっぱりやるときはやる。すごいストレス溜まった人みたいな。ガルスっぷり。それはもう華麗なステップをね、していただきます。はい、お願いします。お願いします。はい、それでは一条さん、はい、最高のステップをお願いいたします。お願いします。いきなりもうノリノリですよ、これ。顔見てください、これ。水を得た魚のよう。すごいですね、うん、おう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 、うんうんうん、お待
った左、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 右、前、右、後ろ、右、後ろ、右、後ろ、前、後ろ、前後、後ろ、あ、最後、後ろで、クリア、さすが、さ、当然ですよね。華麗なステップ、ありがとうございます、本当に。まさか私服でやっていただけるとは思わなかったです本当に、ね、素晴らしい。じゃあこんな感じで、はい、こうどん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 やっていきましょうよ。楽しんでいきます。我々も本番でございます。はい、なんか得点も出るらしいので。そうですね、はい、まあ今月中に4キロ減目指しておりますそうなの、気持ちいい。ああなおさらいいじゃないですか。正確なステップを目指します。あ、はい、もうひたすら、まあ、もう 得点がね、はい、あれですからね。あら、いきなりやばい。クラブ大好きなんでね、彼ね。すごいです。はい、すごい乗ってきましたやばい傾向ですよ。はい、あら、もう独自のステップになってきました。やばいですよ。はい、来ました、来ました。サタデーナイトフィーバーの方ですね。はい、危険ですね、これ危険ですね、かなり危険ですね。セイラマンス、セイラマンスね。はい、今日、あー、出た、外れていっちゃいました。外れていっちゃいました。イライさん、イライさん、イライさん見てちょうだい、ほら。ダンス、いい、違う、意味が違うでしょ。181万5789これ上げすぎちゃうか基本わからんくなるわ。100点満点とかちゃうからね。続きまして、柳原さんの最高のステップです。はい、あれさっきより難しになってない、これ難しくなってますね。これさっきより難しくなってない。大丈夫や、柳原、大丈夫や。これめっちゃむずいぞ。そうや、これめっちゃむずいぞ。おい、はい、おい、は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 い、お前のソウルやね。はい、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 全然踏めてない気がする。これちょっと残念、クリアもできなかった。ちょっと、ちょっと、これ、練習のこれ。あー、残念だ、柳原さん。ポイント的にも、ひどいな。あれスコアがひどい。なんであんな急に難しくなってたの。レベル1個上がっちゃってますね。誰がレベル1個上げた。あんたや。あんたがこんなんしてずっとやっとったな、こんなんして。そんなんしてるから上がんねん。一条さんも言うてえやん。なんであんたそんな無謀なことすんの、言うて。面白かったです、あれかな。俺久しぶりにあたふたしたわ。めっちゃ矢印、矢印のなだれやったやんけ。俺はなんでゲームではこういうミスをすんねや。いやー、ダンスダンスレボリューションストライク面白かったですね。今回これで終わりですか。何を言うてるんですか。ですよね。音楽系のゲームはもっといろいろありますよ。まあ確かに他にもありますけども、そのためにも今回は、はい、なんと、何ですか、バンドを用意しております。バンド、ああ、なるほどね。まあそういうやつジャンルもありますからね。さあ、それではお呼びしましょう。一流バンドのメンバーです、どうぞ。来たか、またすいません、一人は普段とあまり変わらないんですけど、そうですね、一人がまた新たなキャラを引っ提げてきとるんですけどもあの顔、その顔なんやねん。こういう顔なんですよ、本人は。ってことで長渕です言っちゃったなんか最近も行ったんでしょ、あなた。行きました、行きました。どこ行ったの。桜島とか。出た、伝説の。ジャーシュー、ジャーシュー、ジャーシュー、ジャーシュー。だからそれ何してんの。だからそれ、それ何なん、それ。何を壊してんの、ギターを壊してんの。いや、壊してんじゃない、刀なんですよ、これ。えギターが強しにとってはギターは刀なの。多分そうなんです。多分なの。いや、お前ネイビーで喋んなよ。長渕ジャンプっていうのが最近ね。長渕ジャンプ、どんな。長渕キックっていうのが聞いたことありますけどね。長渕ジャンプって知らないですね。もうなんか最近マッチョになりましたから。なんかですね、こうクラーみたいな飛ぶんですよ、いってすいません。なんで興奮した今ちょっと。すいません、ちょっと興奮、思い出した。なんで興奮して、なんで興奮して思い出しちゃいました。何を。桜島を。知らんがな。まあこの2人も一緒にですね、はい、この4人で、3月16日発売予定のギターフリークス V と、はい、ドラムマニア V、これを使いまして、はい、で僕らがメンバーを組むわけですよ、2-2で。あ、選ばなければいけません。どっちかと組まないといけないですね。はい、それで対決です。
で、負けたら、うん、罰ゲームです。また罰ゲームね。負けた方の罰ゲームはこちらで、音楽ゲームをネタに即興漫才。またや、これな、無謀や言うてんねん。これをね、やっていただくことになりますね。あー、なるほどね。4人にはギターフリークス V& ドラムマニア V を使ってセッション対決をしてもらいます。ちなみにチーム分けはご覧の通り、2人とも長渕が好きという理由で組んだ柳原・キムチームに期待です。今回ドラム担当の人にはこちら、ヤマハサイレントセッションドラム DT エクスプローラーセットを使ってもらいます。早速練習を始めた両チーム、制限時間30分の中でどれだけ上達することができたのか、いよいよ本番です。さあ、それでは、平井オズマチームお願いします。なんでオズマはベースに見えんやろ。ずっと両立ちですね。まるで動いてないよ。ちょっと動いてます。おー、広いさん、いいですよ。オズマ、CCB のベースみたいな。あ、はい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 、声出てますね、声。ドラム、声めっちゃ出てますね。邪魔にならないですかね、あれ。あー、はい、ふぅー、いやー、とりあえず。来週より低い点数。え、なんて言うんですか。さあ、得点見ていきましょう。オズマくんが96万4600ポイント。そして平井さんがですね、32万3800ポイント。合計して128万8400ポイント。100超えましたか。うわー、ちょっと声出しすぎたな、俺。おいおいって叩くの忘れてたもん。おいおいみたいな感じで。はい、続いてはですね、柳原チームのダブル長渕の演ちょっと、なんでドラムが長渕やねん。おかしいやろ、はい、そうなの。え、すいません先生、僕も思った以上に元冬樹さんみたいで、すごいちょっとありがとうございます。なんや、びっくりした。ちょっと一応な、ちょっと舞い上がっちゃいました。舞い上がっても、はい、ちょっと、はい、ごめんなさい。冷静にリズム刻む長渕見たくないな。どういう意味があるのそれは。え、いや見えないんですよ、僕目がめちゃくちゃ悪いんで。サングラスの上にメガネをかける。お願いします、長渕さん、お願いします。はいはいはい。何だこれ。笑ってまう。弾けてる。ギターすげえ弾いてる。いい顔してますね、やっぱギター持ってる時はやっぱりそれなりに魂が聞こえますね。うわー、すげえ。あ、大丈夫か、メガネ大丈夫なのか。見えてるのか今。やばいやばいですよ。しかしここからはそんなことはもう関係ない、長渕さんが降臨しております。みんな見てるぞ、曲をみんな聴いている。おお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 お判定はいいですけど。強し低すぎ。さあ、合計2人のセッションはなんと69万7550ポイント。曲よりソウル先行だ。強しまたやっちゃったか。練習でね、だいぶ点数取れたんですけど、まあまあね、本番は難しかったが、こう大妻が頑張ってくれたということで、平井チームが勝利ということでございます。ありがとうございました。ありがとう。僕らは、うん、ほら楽しさを伝えなきゃいけない。そういうことです、ゲームですからね。何のために
この形をしてるんだと。あれだったらコントローラーで見るんですよ。コントローラーやんな。やつはコントローラーなんですよ。音楽の楽しさは伝えてたよ、正確に。こうこれが音楽だっていうね。じゃあ音楽音だけじゃないのね。そうですよ、このパフォーマンスも。そう、それです。今日グッドパフォーマンスショーがあれば、僕らの確実に確実に内側どっちでもいいんで早く漫才してもらえますかね。負けは負けなんで。お前頑張れよ。それではいきます。ダブル長渕のお二人です。張り切ってどうぞ。はい、どうも、つよしです。つよしです。ダブル長渕でーすということでございましてね、言ってますけども、ほんまにやった、もう入りすぎよ。いや、大丈夫です。声ちっちゃ。歯がさ、桜島もっとほら有名なあるでしょ、あのほら、はい、あの 植物で食べるやつ、漬物と。つよしちゃうよね。桜島つよしなんてないでしょ。大根でしょ。でもつよしは大根のように渋み走ってますから。あ、苦み走ったね。はい、あ、はい、それが痛かったのね。つよしっていうフレーズダメ。ダメですか。あんた言うてまうから。わかりました。忘れて。普通の話するから。はいはい、ね、はい。もしあなたがあの、はい、今後結婚して、もし子供が生まれるわな、はい、女の子生まれたら名前なんてつけんの。純子。離れろ言うてんね。離れろ言うてんね。男の子やったら。よし。離れろ言うてんね。だからそういうのやめて。あの曲名とかから持ってくるのも一切ダメ。わかりました。ね、はいはい、で奥さんもらうとしたらどういう名前の奥さんがええの。シェリー。それ穂崎豊やないか。もうええわ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやー、今まででね、数々の漫才、そして漫談見てきましたが、一番形になっておりましたが、逆に、キムが面白くなくなってますね。うまくなりましたけどね、漫才だいぶ。なんやろ、こう、弾けてたあのキムみたいな。つよし、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 やめなさいちゅうの。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ここまでやったね。ぜひ今までの漫才をですね、 DVD 化したいと思っております。はい、絶対にやめてください。以上、機械の体でした。また来月。さよなら。